それではただいまから知事会見を行います。本日の発表事項は2件です。最初の件名は英国ロンドンにおける山梨ワイントップセールス等についてであります。よろしくお願いいたします。はい、お手元にあの資料をお渡ししたいと思いますけれども、1月の28日、今週の土曜日から2月1日にかけて、フランスとイギリスを訪問させてもらうことになりました。フランスにつきましては、皆様ご案内の通り、我が県で初めて全合宿がですね、球場が、内定をしております、ラグビー協会との、面談、そして意見交換を含めて、事前合宿がですね、さらにスムーズに、またその効果がですね、他の、スポーツにも影響するようにという形で、意見交換をさせてもらいます。ロンドンにおいては、8年目になりますが、KOJ、甲州ワインのですね、プロモーション、県のワイン醸造組合からも、私自身も出席をして、一緒に PR をしようというご要請も受けながら、一定の都合がつきましたので、現地のジャーナリストの皆さん、さらには現地の日本大使館大使もですね、含めて継続的にこれからも山梨のですね、ワインの良さ、そして今回から甲州ワインだけではなく県産ワインという形で対象も広げながらですね、ロンドンの、イギリス、ロンドンの日本食レストランとも協力をお願いをしまして、1週間甲州ウィークという形で対応する、その冒頭の部分、私もワイン業界の皆さん方と一緒にですね、PR をするという形で1月28日から2月1日までフランス、イギリスを訪問させていただくことになりました。詳細についてはお手元に渡っている通りでありますので、もし ご質問等があればお聞きしたいと思います。以上です。はい、それでは今の内容に関しましてご質問があればお受けしたいと思いますが、何かございますでしょうか。よろしいでしょうか。いかがでしょう。ご質問ございますか。それでは次の発表事項に移らさせていただきます。県名は県が開発した新業を養殖業として利用することの水産庁確認についてであります。よろしくお願いいたします。はい、2点目は新たなブランド業というのが水産庁からですね、養殖業として適合するという通知を受けました。かねてから山梨県では、山梨県のですね、水産振興の一環として、海産物以外にですね、新たなブランド業という形で開発を進めてまいりましたが、今般日本で初めてでありますけれども、マスカレは最高も大きくなって食味もいいというキングサーモンと育てやすいというニジマスを掛け合わせて、日本で初めてこの2つのですね、掛け合わせの魚が養殖業として適合するという形でこの開発を進めてもらいたいというふうに思います。もともと自然界に存在をしないものでありますので、それが広がらないようにといういろんなルールを水産庁の方で確認をしていただきまして、大丈夫だという形で利用可能という根拠になりましたので、今後ですね、平成32年オリンピックのですね、年には地産交渉という、新山梨大綱、農業大綱の中にですね、記載をさせてもらった、そういうブランドを持つ魚として普及ができればいいなというふうに思っています。ちなみにですね、これが3年経った大きさで、そこにも資料があります。70センチくらいになるという形で、多分非常に大きなものになりますし、食用もですね、この70センチくらいになると非常に刺身でも利用ができて美味しいということで、なんとかこれがですね、オリンピックに間に合うように、今の関係者の皆さん方ともいろんなご相談をし始めてますし、合わせて、新しい魚なんでですね、生産者を生産をする方や流通業者だけではなく、一般の皆さんからもですね、この名前をですね、公募したいというふうに考えておりますので、ちょっと窓口は、農政部の担当課ということになると思いますけども、ぜひ皆さん方からもいい名前があったら分かりやすくという視点も含めてですね、教えていただければなと思います。これが大体3年、卵から孵化をして、たった70センチ、でかいですよね。はい、
ちょっと私も個人的にも非常に嬉しいんですけど、という形でここに置いておいて、もしご質問等があればお受けしたいと思いますね。いかがでしょうか。はい、それでは今の内容に関しましてご質問があればお受けしたいと思いますが、何かございますでしょうか。よろしいでしょうか。はい、どうぞ。あ、さ、はい、ちょっとマイクをじゃあ渡していただけますでしょうか。あ、産経松田ですけども、で実際にこう市場に出ていく、その県民がまあ口にできるその時期っていうのは大体どの辺、このオリンピックとかその辺の時期を、タイミングとしているのか、それより前なのか、それ辺ちょっと知ってます。平成32年オリンピックの年をと、ちょうどこれから3年後、ちょうどこれが3年間だったところでありますから、それを目標に、やはりオリンピックのですね、一つの成長の部分を山梨県経済という話を今年の初めから繰り返しさせていただきますけども、その一つとしてやはり山梨ですね、マスカというのはご案内の通り非常にこう冷たい水でないと育たない、いろんな特性もありますし、やはり山梨の今海産もレッドというブランドで売ってますけど、それはニジマスの大きくなったものということで、これは掛け合わせをして新たな新品種を作り上げたということでありますが、そういう意味では生産をする場所であるとか生産者をどうする、それを流通にどう回していくのかという、当然その関係者の皆さん方とですね、よく相談をしながら一番いい形でたくさんの県民の皆さんもちろんですけども、県外から山梨に観光としてお客様に来ていただく、そして海外からもということが2020年平成32年でありますから、そういう意味では平成32年というのを一つの大きな年としての年としてのですね、目標にして関係者の皆さんがとこれからより具体的にですね、検討をスタートしたいというふうに思っています。オリンピックの直前という感じですか。はい、できればそういうふうにしたいと、間に合わせたい、はい、よろしいでしょうか。はい、他にいかがでしょうか。はい、どうぞ。読売新聞一のことを申します。こうした淡水魚の需要動向、市場動向っていうのを県としてはどのように見ているのかっていうのが一点と、あともう一つはこの新しいこの魚、知事は試食されたんでしょうか。主要動向はですね、今海産物レッドもですね、非常に価格値高く、すべての小売店等、レストラン等でですね、販売、食べれるわけではありませんけども、今平成27年、2年前の統計、1年ちょっと前の統計ですけども、大体40トン生産を海産物レッドしています。で、お隣の長野県も信州サーモンと称してですね、この間4県、市議会の時にも新たに伊東かなんかをですね、使った新しい養殖ができたという話を安倍さんから発表しましたけども、やっぱりその地域のですね、水であるとか、やっぱり水産技術センター山梨でもやっぱり専門家の皆さんがこの間非常に努力をしてですね、いろんな新しいものを開発をしていただいておりますので、それを具体化を今回できるということですから、市場動向についてはまた後ほど、国内のですね、県内国内の部分、情報提供の差し上げもしたいと思いますけども、当然海水魚の方が全体の水産から見れば多いわけでありますけども、やっぱり山梨に来てですね、山梨で獲れた魚をやっぱり刺身や少し味付けをしてもですね、食べてみたいというのは当然あるので、そういう意味で昨年明けたから一昨年かの12月に新山梨農業大綱でも地産包装というですね、地元で作ったものを来ていただいた方たちにもという、キーワードをですね、地産包装という言葉で、定義をさせていただいて、いちごとか新しいですね、この間もマスクメロンをですね、作ってくれる農業法人の皆さんや、去年の7月は、マンゴーもですね、いちごが収穫ができましたんで、そういういろんな、新しい、バラエティに富んだものもですね、積極的に市場に出てきていけるような活動は、今年が農業も分野も含めて加速をしなければいけない年だと思ってますので、
積極的に対応していきたいと、まあ、数字等については後ほど担当課長とお話をさせます。担当課長を陪席しておりますが、数字をお持ちですか。すみません、今知事がおっしゃったような解散も40トンということですけど、ほかにもご当地サウンドというのがありますので、すみません、また調べて。じゃあ、後ほど提供をさせていただくと。よろしいでしょうか。あと試食。試食。はい、試験的に去年、まあ、水産庁に出す前のやつは、一度こんな大きなものではありませんけども、掛け合わせたものについては食べています。味は味覚として私は個人的な味覚もありますけども、美味しかったです。よろしいでしょうか。他にこの件に関してご質問。それは少々ですけど、美味しいという表現をですね、もうちょっとこう具体的にしていただければと思います。キングサーモンに近い感じです。でやっぱり淡水からすぐ揚げて多分地折ってくれたんで普通の刺身も若干マグロよりはですね硬い感じはしましたけども美味しいです。でもその旨味というかあります。脂身というか当然オーケーをなればなるほど当然脂身が乗るんで、まあ、そういう意味では市場性というのを考えるとこのくらいの3年魚というのが一番多分適しているというのが専門家の見立てですけど、これ個人差があるんで何とも言いませんけど、私もまあちょっとトロッとしたやつもいいけども、ちょっと赤身も好きなんで、まあこれは個人の思いなんで2年ものでも僕は個人的にいいのかなと思いますけど、これが一番まあ多分普通の方が食べて美味しいと多分言っていただけるようなものではないかなというふうに思っています。市場でこう受け入れられていく自信というのは今は当然あります。目玉にしてあげたというふうに考えています。よろしいでしょうか。他にございますか。あ、帰っちゃうと FM 時の場ですけれども、訪日客ですとか他の県地域の方に、広めていくには県内の関係者ですとか今県民の方にいろいろなることがまず重要だと思いますけれども、そのために何か知事の中で考えてらっしゃることとか県として検討していることがあれば教えていただきたいんですけれども、当然生産する方、実者、それを取り扱う、まあ、一番の関係の方、それを売っていただく方で、まあ、県民の皆さんというこの流れがありますから、当然その関係者の皆さん、先ほども話したようにこれから本格的になりますから、どうやったら一番いい形でブランド力も高めながら、やっぱり県民の皆さんにも、そして県外から来たお客様にもというアンドでですね、攻めてみたいと思ってますので、そういうまた相談をする主体というものを来年度作っていきたいというふうに考えています。よろしくNHK のものです。今回そのキングサーモンとニジマスの掛け合わせは日本で初めての成功ということなんですけれども、はい、どのような、まあ、技術だったりその山梨の気候なりどういうような点がそこに成功につながったのかという点が1点と、あともう一つその各地でそのブランド業というのが確立されている中でどのような差別化を図ってきたと考えか。先ほどちょっとお話ししたようにマスカというのは冷たい水で、まあ、育つ魚ですから、でそういう意味では冷たい水がまずあることということだと思います。そして高冷地というのがちょっと夏場の気温の管理というのが夏場の気温がぐっと上がるところだと鍋になってしまいますから、その2つというのが、まあ、山梨には当然優位性があって、水産技術センターの職員の皆さん方もそこに着目をして、特にキングサーモンというのは大型な、まあ鮭じゃないですか、鮭かというかマスかというか、ですからそういう意味ではキングサーモンとこれは美味しいという、まあ、評価が世界的にもあり、そしてニジマスというですね山梨のオリジナルのもので育てやすいというこの2つを掛け合わせた、それが成功したというのは日本で初めて、そして水産庁から確認を受けて生産体制に入っても良いという報告を受けたという形で今日発表させていただいていることなので、そういう意味では優位性というのはですね、山梨の自然環境、育てる環境というものがですねまず優位性を持てるというふうに思いますし、食味という部分でもキングサーメンとの掛け合わせという形で美味しいという部分での
ご評価は多分、消費者の皆さん方にですね、県内、県外問わずです、ね、いただけるのではないかなというふうに考えています。よろしいですか。他にご質問ございます。はい、どうぞ。すみません、テレビ山梨の末田と申します。先ほどの海産物の方は、40トン、出荷量がありますが、その東京オリンピックの時までにですね、どれぐらいのこう出荷量を目指すのかっていう、そういうのがあればちょっと教えてください。まだ今年の卵はですね、どのくらい今存在するか確認をしていませんけども、今海産サーモンと同じくらいの量ということには多分ならないと思いますけども、これも今関係者のという話をさせていただきましたけど、その協議体の中でですね、具体的に生産をしている方、していただける方というものも確保して、どこにという場所も決めていかなければいけませんから、それを年度になったら早々にきちんと立ち上げをして、その数字もですね、できるだけ早く今お話をいただいたようにお示しができるようにしていきたいというふうに考えています。他にございますでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、どうぞ。日経新聞の三浦です。はい、ごめんなさい、古いけど申し訳ないんですが、こう他県とかでもですね、こういった掛け合わせをしたこういったブランド業みたいなのがあるのかどうか、もし有名なのがあったら教えてください。それとあと、先ほど試食された時っていうのは、これは刺身だったんでしょうか。で、あと他の食べ方みたいなっていうのも、これからかもしれないですけど、どういうような形で研究していくのかというと、他のちょっと県にあるかどうか担当課長に答えさせますけども、刺身で食べました。はい、じゃあ、はい、掛け合わせについて、先ほど知事から話がありましたように、新種サーモンというのが、魚種は違いますけど、ニジマスとブラントラートの交配ということで、作出しております。で、あと3倍体技術とかでも使ってですね、ニジマスを大きくされたとか、いろんな方法を使って、ブランド魚を作出している、事例がございますので、また詳しいことがあるので、もしお気になりたければ。それでは知事から最近の動向について2件お話をさせていただきます。よろしくお願いいたします。はい、言ってれば、輝き安心プラス社会の実現に向けた、ICT 活用にという冊子を作らさせていただきました。ご年とおり、昨年6月に、政府におきましても日本最高戦略において IoT や人工知能を活用する、第4次産業革命という形で、それを通じて、生産性向上の鍵とするという位置づけがされています。昨年私もですね、若手の皆さん方にもご要請をし、また昨年末に提案を受けたもの、さらにはですね、やはり、これから ICT というものが私たち この県民の暮らしやですね、それぞれの産業にどんな形でプラスになっていくんだろうということを、現時点の部分でありますけども、これからの企業家の皆さんや、また経営の皆さん方にこの ICT を使ったですね、利活用すればこういうふうになっていくというきっかけになるような形という形で、この冊子を作らさせてもらいました。12月の若手の皆さん方からも、中国に行った視察のですね、概要等もこの中に整理をさせていただいておりますし、国内外の具体的な事例というものも目させていただいています。もちろん10年後の姿が、この通り ICT がそれぞれの産業の部分に、そのまんまに適用されるということは、もしかしたらないかもしれませんが、先ほどお話したようにこのきっかけという形で県民の皆さん方がですね、この冊子やまたこの内容につきましては、ホームページ等でこれからきちっと周知をし、必要があれば研修会等々でもですね、いろんな部分で活用し、合わせて町内の部局にもこの冊子をですね、使いながらそれぞれの事業や施策にどう ICT が生かしていけるかということにつきましても、積極的に来年度のですね、予算等に反映させるようにという指示を合わせて、出してありますので、それが具体的に進んでいけるようなものになっていけばいいなという形で、分かりやすさ、そして具体性という形をちょっと工夫をさせていただきながら、まとめたということであります。で、2点目が、それにも関係をするんですが、2月1日から今、県でホームページを
持っていますけれども、それを全面的にリニューアルをしたいというふうに考えています。昨年の今の時期に私から県全体、私も含めてですが、情報発信力の強化という話をさせていただきました。そして今の現状をですね、やり見ると SNS も含めたいろんな多様なですね、情報媒体をからのアクセスも含めてですね、もう一度分かりやすく県民の皆さん方に県の施策等を PR ご理解をいただく、そして海外からのお客様に対しては山梨県ってどんなところと、どんな産業や地域があるのということについては6カ国語で自動翻訳で多言語でですね、県の情報が伝わるという新たな仕組み機能もですね、持たせて全面改定をしていきたいというふうに思っています。県から見れば県民の皆さん方にもっと見せたい情報、そして県民の皆さんから見ればもっと見たい情報というのが分かりやすくですね、工夫をしたつもりでもありますし、またこれをまたさらにいろんなご意見を賜りながらより進化をですね、させていきたいと思っています。担当は校長候補が渡辺課長でありますので、細かい部分については渡辺課長から後ほど話を聞いていただければと思います。私から以上です。それでは今の内容に関しましてご質問があればお受けしたいと思いますが、何がございますでしょうか。よろしいでしょうか。よろしいでしょうか。それでは発表事項動向以外の件についてご質問があればお受けしたいと思いますが、何かございますでしょうか。はい、どうぞ。三県の松田ですけども、インバウンドのちょっと動向についての質問なんですが、昨年の10月、単月ですけれども、県内の その訪日観光宿泊者数ですね、これが前年同月比で3年2ヶ月ぶりに前年割れになりまして、その要因としては中国人の観光客が半減ぐらい激減しているという、バックグラウンドがありまして、でただ観光立県の山梨県としてはこのインバウンド需要が今後細ってくるというのは、やはり有識問題だと思うんですね。でそこのてこ入れというのはなかなか難しいんですけども、折しも先だって4県サミットでその観光情報を4県でその共同で発信していく合意をされたりとか、そういう新たなその追加対策もありますし、それとあと来年の予算に向けてその辺のインバウンドのテコ入れについて何か検討をされるようなお考えなのか、それをちょっとお聞かせいただければと思います。山梨の特にインバウンドの特徴というのは、以前からお話をしているように、中国からのお客様というのが非常にウェイトが高い、これは隣の長野等々と比べてもですね、高いというのが非常に特徴でした。そういう意味で私も昨年一昨年アジア中心にいろんな PR、いわゆるトップセールスもした中でですね、タイ、マレーシア、シンガポール、インドネシアなぜ選んだのかというのは、やはり中国以外にもやっぱりもっと山梨を知ってもらう、まず知ってもらうことからですから、そして具体的にツアー造成をしていただく、それはそれぞれの国で関係するエージェントの皆さんも含めてですね、お会いをさせていただいて、マレーシアやシンガポールに情報発信の拠点を作ったのも、そういう意味で、アジアのハブでありますし、クアラルンプールもシンガポールも、たくさんのですね、ハブ空港を持ち、たくさんのアジアの人がそこを行き来する、その拠点としての情報発信ということですから、それはある意味では手を打ってきたつもりです。ですから、中国からのお客様が、どの程度かちょっと今数字を覚えていませんけども、それを若干、他のですね、インドネシア、タイ、シンガポール等々がですね、カバーをしたような形になっているということだというふうに私自身は認識をしておりますので、それをもっと強化をすることと、でもう一つはやっぱりそれ以外のですね、国、特に富士山等はですね、4県サミットの時にも改めてこう数字を見ると、上の方まで登る登山、夏登山の部分はですね、アメリカでのお客様が非常に多いんですね。2割を超えているとか、いろんなこう特徴的なものがあるんで、それぞれもう一つやればもういいなんてことないんで、やはり多角的に手を打ちながら事前に
そして結果をですね、もしガクンとなった時でもですね、それをカバーできるような体制と、要するに幅広い試験、そういう意味では昨年の4月に国際戦略室を作らさせていただいたのも、当然観光という視点もありましたし、姉妹都市交流という視点もありましたし、また全合宿も含めたスポーツ振興という視点もありましたけども、総合的にその輸出をしたり輸入をしたり人の出入りという部分でまとめてやっていこうという部分で、国際戦略を作り、そして戦略室で人為的に、多いか少ないかというのはちょっと横に申し訳ないですけど置かせていただいて、県庁全体でですね、それを考えるということにしていますので、今のような点はこれからもですね、拡充をしながら、やはりできるだけ広い視野でいろんな国やですね、情報をきちっと取りながらですね、できるだけ事前に対応できる部分はしておきながら、それぞれの国とですね、いい関係で対応ができるようにということを、これからも全ての分野でやっていきたいというふうに考えています。よろしいでしょうか。他に何かご質問ございますでしょうか。はい、どうぞ。毎日新聞の田中と申します。総合競技場のお話なんですけれども、今年度末までに、開催地を、設置場所を決めるというお話だったんですが、来年度以降に持ち越すというお話も出ているかと思うんですけれども、このあたりについてどういうふうにお考えかというところと、あと、物件なんですが、相模原の事件から今日で半年を迎えまして、県としても、国の補助金とか県の補助金とかを利用して防犯カメラの設置とかも進めているかと思うんですが、この辺りに関して今後県としてまたさらに支援していくのかとか、その辺りの対応についてお聞かせいただければと思います。はい、競技場のですね、年度末の目途にという形で作業を進めてまいりました。それについては今先送りするとかしないとかいうことは決めてはいません。ただし地元の皆さんから見れば丁寧にというご意向もございますから、それをどううまくバランスを取るかということだと思っています。で、2番目のご質問は12月の補正予算で県が所管をする970を超えるですね、社会福祉法人に対してその直後に安全対策の徹底という形で指導を助言をしたりですね、12月補正ではその防犯カメラの設置や関係機関との緊急連絡網の体制の整備という形で、まだ12月の予算が通ってですね、1ヶ月足らずなんで、ちょっとどの進捗状況はまだ細かく報告を受けてませんが、着実に対応が進められているというふうに私自身は思っていますし、また関係する職員の皆さん方の研修会というのも、昨年の秋に、やっておりますので、これからもし必要があればですね、それに応じて対応をするように、やはり二度とあってはいけない事案だというふうに考えておりますので、その視点に立って、今福祉保健部が中心になって対応していますけれども、緊急連絡等々につきましては警察とのですね、連携という視点もありますし、またその所在をする市町村の皆さんとも当然連携というものも当然ありますから、そういう視点もですね、きちっと持ちながら二度とあってはいけないという視点をですね、一番大切にしながら、万全な私が取れるようにですね、対応が取れるようにこれからも努力をしていきたいというふうに考えています。よろしいでしょうか。他にご質問ありますでしょうか。はい、どうぞ。すみません、テレビ山梨の生活も少しあれなんですけど、先日全日本という選手権で女子出身の平野選手が優勝、最年少で優勝しましたが、それについてのチームとしての、所感といいますか、あとその平野選手に対して県として何かあれば教えていただきたいんです。いやー、嬉しかったですね、本当に。そういう意味では最年少 の, 全日本のです、ね、チャンピオン優勝したということと合わせて、昨年 の, 10月の、世界でのです、ね、戦いぶり、これは今拠点というのは県外かもしれませんけども、
山梨県の皆さん方に勇気と感動を与えたということに尽きると思いますし、私自身もちょうどあの私の一番の、末っ子が同じくらいの年齢ということもあるかもしれませんが、自分のことのように本当に嬉しく思いました。でこれからあの県としてですね、やはりそういう山梨市自体もですね、本当に PR の、魅力をですね発信をしてくれる、それに対して何らかの検証をしなきゃしたいなというあの気持ちはありますので、実はあの、この数日のうちの中で、具体的にどういう形ができるのかというものを、事務方にですね指示をして、まあ、近々、どういうあの検証ができるかという発表まで持ち込みたいなというふうに思ってますので、検証を何らかの形で県民全体で、まあ、お祝いというかですね、祝福をしたいというふうな流れに持っていきたいというふうに考えています。よろしいでしょうか。他にございますでしょうか。よろしいでしょうか。それでは以上をもちまして知事会見を終了させていただきます。ありがとうございました。